強い継承の話って人の話聞いちゃいけないってことはないけども守りきるか明け渡すかのどっちかなんですねじゃあこの意見もあるしこの意見もあるからこの辺でっていうのは普通の政策論争だったらですよじゃあ10万か5万かじゃあ7万5千円とかありますけどもこれ 行為継承に関しては断権を守るか明け方して崩れてしまうこのどっちかなんです真ん中はないんですねだからここはですねいろいろと議論をすべきですよ相手の言うことを聞くべきでしょう絶対相手間違ってますから間違ってることを言ったら指摘すべきですよ聞きながらもしっかりと正しいことをドーンと 通す通す時はこのね男系維持を100%確保すればいいのであって50%確保とか30%確保っていうのは原理的にないんですよ守り通せるか崩れ去ってしまうかのどっちかしかないんですからだから人の話聞きながらじゃあここでっていうのはないんですそれやっちゃダメなんです岸田さんはそっちタイプでしょうねやっぱね原理に基づいてここは妥協しないダーンといくね そういう気概を持ってやらないと触っちゃダメですこの問題やるんだったらちゃんと断崖を守る方向でね断崖を守るように完成させてもらわなきゃいけないしそれできないんだったらもう大丈夫です高市さんがやるから次下手に触んないでほしいですやりきらないんだったらもう触らないでほしいですねはいということです